さささ始まりました。本日は父さんがお送りする大型アップデートでもはや別ゲーに生まれ変わったらしいプロジェクトゾンボイドのお時間がやってまいりました。最近ですね、なんか何かが足りないなってちょっと若干思ってたんですけど、やっぱちょっとゾンビ要素がちょっと若干最近ねずっとイカロスにハマってて、今ずっとひたすらね部長とのやり取りがちょっと大変なんですけど、今そっちも忙しいんですけど、そうね、何か足りないなって、そうゾンビの要素が足りないんだなって最近思ってですね、これですね、このプロジェクトゾンボイドっていうのはですね、名作中の名作とはまあ有名ですよね、このゲーム自体もね。で、今回ですね大型アップデートが入ったらしく、私ですねこのプロジェクトゾンボイドってこのゲーム自体はですね全くの未プレイ、いや、やりたいなと思ってたんですけど、やるきっかけがなくてですね、じゃあ大型アップデートでもはや別ゲーとなったって言われるぐらいのアップデートだったらしいんで、このタイミングをでやらずしていつやるんだみたいな感じでですね、とりあえず今回はプロジェクトゾンボイド、初見プレイでございますが、もうチュートリアルはですね終わりました。ちゃんとね、これ丁寧にねチュートリアルモードって書いてあるんで、チュートリアルで、しかもね今回ね日本語になってますか、ちゃんと。さあ早速ですね、シングルプレイでございますが、プレイやっていきましょう。プレイスタイルってなんかいろいろ選べますね。これ難易度のことなんですかね。戦闘を避けて、目次録っていうんですか、これ。戦闘を避けて発見されない行動をするプレイヤー向けの設定。生存者、現実的で致命的な戦闘を避けるプレイヤー向けの設定です。建築者、建設者か。建築、略奪、農業に重点を置いたプレイヤー向けの設定です。サンドボックス。どうだろう、戦うは戦いたいですもんね。戦闘を避け、現実的で致命的だから、これ真ん中でいいの、生存者なんですかね。まあちょっととりあえずこれじゃあ生存者モードで進めばいいのかな。え、ちょっと待って、職業選べますね。失業者でも私失業者ですけど、あ、消防士など全力疾走、持久力、斧の筋力、あ、警察官、自然保護官、あ、なんか木こりとかいろいろありますね。フィットネス指導員、はあ、え、溶接工、え、どれにしよう、これ私失業者でいいですけど失業していくこれ選んだ方がいいのかな、失業者でいきましょうか。選べる特性は、スピード強、不眠、器用、夜間でもよく見えるようになります。猫目っていうの、猫目欲しいですよね。配信者たるもの、猫目が必要、特性を追加。あ、こっちに選べるんだ。コスト2。あー、そういうことね。え、迷う。めちゃくちゃいっぱいありますね、細かい設定が。うわー、ちょっと待てよ。賢者、XP の増加量が増えます。あ、これ欲しいな。マイナス6？これ何ポイント？これコストでプラス8だからマイナス6でここまでいけるのかな？選択した合計0ポイント。ちゃんとキャラメイクあるじゃないですか。歩く、あーすごいすごいすごい、実行、あーすげえ、何もしない、え、どうしよう、これ男性なの、これ、あ、女性はすごい女性らしいですね。男性にして、ちょっとじゃあ、あ、変わったキャラが、あ、いろいろ選べるんですね。よし、じゃあちょっといろいろいじりますか。はい、お待たせいたしました、できました。名前フサオ、名字がゴウモでございます。スキンヘッド、これ一応ね、よくちっちゃいから分かりづらいかもしれないですけど、一応スキンヘッドなんですけど、これで、ね、髪型の欄でね、すげえ名前があったんですよ。どうだったっけな、これ見て、これハゲこれどこがハゲてんすか、これ全然ハゲてないですよね。このハゲってなんなのみたいな。でもこれ実際ハゲてなかったんで、スキンヘッドありましたんで、はい、じゃ今回スキンヘッドでこれでいいですかね。さあ、じゃあ早速やっていきましょう。週末の時を迎えた。生き延びる術はもうない。術はかな。これはあなたがどこにいかにして死ぬのかの物語である。いいですね、 BGM がすごいいい感じだぞ。え、これクリックして進むとかそういう系ですかね。ああ違う、ああクリックで開始、はい、終わりました。それではよろしくお願いいたします。始まりましたね。しゃがむ
疾走というのが自動で登る、頭を踏みつける、槍、被覆で保護する、なんかいろいろちょっと読み物系がいっぱい多いんですけど、はい、来ました。ゴーモフサオさん、健康状態は OK と。すっごい細か、被覆断熱、読み方合ってるんですかね、被覆保護。はあ、とりあえずこっち縮めとけばいいかな。でサバイバルガイド、保護と頭を低くするはい、わかりました、基本操作ガイドする、これ一応ねチュートリアルで、あれなんですよね、ゲットってかいろいろ勉強はしておいたので一通りは分かってるつもりなんですけど、はあはあ、これが上がなんかインベントリーみたいな感じなんですよね。はい、あ、消え、え、ちょ、え、消えちゃったけど、え、なんで地図、お、地図あるわ、え、でかくないですかマップ、これが私がいるところで、うわー結構大きいですね今回。なんかボールペンや鉛筆が必要です。え、何、ボールペンや鉛筆を手に入れるとメモを書き込むことができるの。とりあえずまあ大体こんな感じですね、大きさ的に。あー周りも若干見えてるんだ。どうも皆さんこんばんは、ふさおでございます。あ、車あるじゃん、ふさおでございます。まあグラフィックはねこんな感じで、ドットグラフィックみたいな感じですね。とりあえず、家のものを漁っていきましょう。新鮮な未調理のベーコン食品、はい、これで獲得したことになったのかな。え、これあのさ、バックパックの中身ってどうやって、あ、こわー出た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 出ました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 、これでこピン止め、これがピン止めなのか、これ違う。で、どうやってこれ、あ、外外、あ、外クリックすればいいんだね。はい、布ホールド、コンテナから移す、バックパックみたいなの欲しいですよね。とりあえずフー、あ、これ違う、外をクリックすればいいよね。操作方法がいまいちまだ分かってないな。とりあえず家の中をまず漁りましょう。自宅を漁りましょう。はい。フライパン。肉切り包丁。麺棒。グリルブラッシュ。フライ返しかな。これ、肉切り包丁装備。装備する。メイン装備にする。どう？バックパックみたいなやつ。チュートリアルでね、バックパックみたいに拾ったんですよ。あ、持ってんじゃないですか。いいですね。世紀末感出てますね。肉切り包丁持ってるところが。本。雑誌系か。あ、一応これ走ったりもできるんですよ。テレビ。ああ、すごい。電源と接続しています。電源を入れる。特になんか。おはようございます。トリップなんとか、今もなおノックス事件の封鎖区域があります。パニック障害と混乱、錯乱、政府は沈黙を続けています。まああれですね、これパンデミックっていうか、まあ世紀末になった感じですね。ゾンビがわーってなって、わーってなったみたい、世紀末感あふれる感じの内容になってますね。あー、バールとか。これまだあれですね、何が必要で何が不必要かが全く分かんないですけど、とりあえずバックパックなるものが欲しいんですよ。チュートリアルの時はバックパックがあったんですけど、拾ったんですけど、あ、パーカーあるわ。着る、ロープを作る、あー、状態を見る、取る、パーカー着るかな、スカートもある、え、パーカーこれ着用とかできる、置く、アイテムを装備する、帽子を脱ぐ、おー、装着する、かぶる、あ、怪しいどうも皆さんこれ、あ、そういうことね、帽子扱いになるんだ。ちょっと待って、もう一個あって、スカートあったぞ。なんでスカートなんか持ってんだろう。スカート取ってみましょうか。装着する、あ、かけじゃ見えます、皆さん、完全に変質者みたいな感じになっちゃってますけど、私あのスカート、真っ黒のパーカーに真っ黒のスカート履いてますけど、私大丈夫かなもうこの状態が、この状態がもはやホラー。タンクトップ、パーカー、ビキニビキニをお楽しみにとっとこう。とりあえずこれは自分の自宅なんですかね。こっちにも部屋あるわ。あ、あー、これはお風呂場と。あ、ピンセット、歯磨き粉。アイテムめちゃくちゃ絆創膏とかありますね。めちゃくちゃ細かいですね。これとかバスタブとか、あ、これは無理なんだ。あー、とりあえず出かけてみましょうか。どっち行きゃいいんだ。とりあえず上上がる。車乗れるんですかね、車。ま、あ、何これ、何今なんか、マーク出てきた。え、これ何、これ地下シェルターみたいな、ここにあるの、ここにこのマーク。乗り方がわからない、いまいち。あ、違う、何かを選択するみたい。え、乗れないけど、何 BGM が、
ドゥ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 、あ、いるわ。あ、もうこれバレてる。あ、こっちに視界振ると見えなくなるんだ。猫目、猫目でいいでしょ。これバレてますね、私。よし、じゃあ早速やってやりましょう。やってやるぜ。いいよ、よいしょ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 。硬い、ちょっと待って、ゾンビが硬い。ちょ全力疾走。え、硬くね、ゾンビ。肉包丁、肉包丁、肉包丁、押し倒す。はい、とどめの一撃。あや、オッケー。レッドショーツ、あ、いちごのパンティースニーカー、あー、靴下、ポロシャツ、デニム、あー、これで拾えるってことか。ちょっと待てよ、なんだ、忙しいぞ、なんかすごい来てますね。てか肉切り包丁が弱いな。あ、今ちょっと今のうちか攻撃するの。はい、押し倒す、近づく。はい、とどめの一撃。指輪、シルバー&ダイヤモンド、タンクトップ。どう、静かになった？ OKOKOK。 え、これバレてるってことですか？いや、来てる、かがむ。バレてる、これ。あ、バレてますね、これ。バレてますね。ちょっと、まだ。肉切り包丁がね、弱いんですよ。あ、玄関開けっぱなし。これどうやって閉めればいいんだろう。あ、閉めれた。はい、伸び越える。とりあえず武器弱いな。こっち行って、あ、こっちなんもないな。隣の自宅行ってみましょうか。ご自宅、あー、いますね。これさ、え、ダメ、バレた。え、見えない。なんか見えないんですよ、暗くて。いや、びっくりした。急に画面のそっちから急に来るのやめて。これやれたんか。全然わかるじゃん。索敵範囲がすごいな。これやった。来てる。やべ、足、ちょ、ハサミが刺さってる。やばい、ちょっと待てよ、まずいぞ。押して、はい、ちょっとハサミが刺さってる。この人ハサミ刺さってた。こっち、えい、肉切り包丁、押して。いや、ハサミ刺さってる、背中に。あなた、いや、噛まれた。やばい。ちょっとこれ一回離脱。何、どうした。なんか正面にこれ返り血浴びてんのか、破れてんのか。あ、破れてるんだ、パーカーが破れた。いや、細かい、ちょっと待て。これ突然現れる視界があれか、資源を採取。いや、違う、取らない。どうしよう、とりあえずこれ、こっちと、やっつけ。マイッケ、小さい画面が。でも引きで見ないとちょっと、あ、これと、あ、やっつけた。これいまいちまだ操作方法が分かってないというか。ハサミゲットしよう。クラシック時計、タバコ、デニムショートパンツ。あ、痛い。びっくりした、心臓取れちゃうかと思った。どういうこと。あなたは3時間生き延びた。6体のゾンビを仕留めたゲームモード生存者。え、なんでちょっと待って、なんで。え、感染してたみたいな、そういうオチかな。ちょっとびっくり、めちゃくちゃびっくりしたんだけど。って言ってるけど、これなんか私知らない間に、多分さっきゾンビに噛まれたのかな。うわ、マジかー。